名古屋場所の千秋楽で幕内優勝をかけた朝潮大砲の一番。今場所心境著しい大砲は連日積極的にしかも安定した取り口を見せ、この日も横綱を下して13勝2敗。大関になって初優勝、通算2度目の優勝を飾ったのです。この日名古屋は35度を超すうだるような暑さ。それかあらぬか大砲関は裸のままオープンカーへ。沿道の祝福に応えながら宿舎への道を優勝のパレードです。愛弟子の優勝を喜ぶ二所ノ関親方夫妻。しかし待望の横綱昇進は結局来場所の成績を待つことになったのです。